はい、どうも皆さんこんにちは。バイオリン道場へようこそ。今日のバイオリン道場では楽器のお手入れ、自分でできるメンテナンスについてお話ししようと思います。でズバリ今日のテーマなんですけども、皆さん楽器を丁寧に拭いていますかっていうことをテーマに話します。まあ、もちろんですね、この動画の結論は決まっています。楽器を拭いた方がいいですよっていうことをお伝えするんですが、では具体的にどんなもので、どんな場所をどのくらい拭いたらいいのかっていうことについて、何かの参考になればですね、いいかなと思って動画を撮影しています。ということでですね、皆さんどうでしょうか。ご自身の楽器、きちんとこう拭いてあげていますか。拭くといってもですね、大きく2種類あります。まず1つ目は松ヤニですね。松ヤニが例えば楽器がありますけども、弦と弓が擦れ合う、ここで擦れ合いますよね。ってことは松ヤニがそこから飛び散って、この下の木の部分についてしまうっていうことは時々起こる現象かなというふうに思います。でまあ、そもそもですね、それが真っ白くこう、ここの周りがですね、真っ白くなってしまうっていう場合は、松ヤニつけすぎの可能性が高いですので、そこはまず、そもそもの松ヤニの塗り方っていうところを、少し見直していただけたら、とてもいいかなというふうに思うんですが、いずれにしても、定期的にですね、この、駒のこちら側ですね、主にこの指板の下からとこのテールピースの下、駒を挟んでですね、楽器の表板というのは拭いてあげることがいいかなというふうに思っています。その場合は何かしらの松ヤニをこう、目が少し粗くてもですね、楽器を傷つけない程度のもの、なるべくティッシュとかではなくて、そういったもの、布切れですね、というもので松ヤニを定期的にそーっと拭き取ってあげるっていうことは、楽器にとってとても健康的なことで、ずっと松ヤニがニスの上についてしまっていると、もしかしたら取れなくなってしまうこともね、なくはない話ですので、やってみてください。もちろんその他にですね、楽器を定期的に例えばですね、調整メンテナンスをしに工房に持っていくと、綺麗に、オイルを塗ってピカピカに磨いてくれます。そうすると楽器というのは本当にツヤツヤになるものですが、それをご自身でやるかどうかはですね、ご自身の、楽器に対するものとか、あとはまあ金銭的な問題も含みますので、どちらでもいいかなというふうに思いますが、少なくともですね、拭き取るという動作はやっていただけたらと思います。ではここからが本題なんですけども、楽器についている汗とか手が触れる部分ですね、手が触れる部分の油、これを拭き取っていただきたいという話を今からしていきます。どこを拭き取ればいいのっていうことの前にですね、まず楽器にずっと手の油がついたままだとですね、そもそも肌触りっていうのがものすごく汚く、あまり気持ちのいいものではなくなってきます、し弦がどんどん錆びてきますし、寿命が短くなってしまいますので、弦の経済的な、ことを考えてもですね、拭くっていうのはとっても重要な、いいことかなというふうに思います。どこを拭くか、手が触る部分全てを拭いてください。で忘れがちなのはこの顎当てですね。顎当て、まあここはあんまりですけども、若干やっぱり触りますから拭いた方がいいですね。ここの部分ですね、金属の部分とか、この、エンドピンの部分、それから顎当てのここの辺は結構油つきますから拭いていただきたいですし、今度はここのネックですね。ネックの部分、ここ以外に油乗ったままなことが多いです。あとここですね、ポジション移動して第3ポジションより上後ろ、高いポジションに行った時にはここずっと触りますから、このようにここも含めて拭いてあげることが重要かなと思います。で最後に、楽器の部分、最後は弦の部分を拭くという話なんですが、皆さんどうやって拭いてますか。でよくですね、布切れで拭いてる方いらして、そういう方がとても多いので、まあ、布切れでも別にいいとは思うんです。ただ僕個人的にいつも僕がやってるのはティッシュで拭いてます。ティッシュで拭いてそのまま捨てます。これが一番僕にとっては、衛生的にもいいんじゃないかと思っていて、布切れだと要は汗を拭いた布で、要は汗が染みついた布でまた拭くわけですよね。ですからずっとやってるとやっぱり定期的には洗濯もしなきゃいけないし、
それするぐらいだったら僕はもうティッシュ使っちゃえばいいかなと思って、楽器ケースの中にティッシュの中身だけをですね、楽器のこの裏板の、下に入れてあります。で、弦を吹くんですけども、ティッシュです。具体的にどうやって吹くかを少しだけお見せします。もちろんですね、皆さん想像される通り、弦の上から見えるか、弦の上からこのように吹くっていうのは、それは分かりますよね。それをやるんですけども、大事なのはこの弦の下側、要は指板との間の方っていうのは、上からだけだと吹き取れないことが多いんです。で、これを、しないと結構弦の寿命っていうのは早くダメになっちゃうことが多いんですね。ですから、これをですね、ティッシュを、例えばゲーセンを吹くとしましょう。ゲーセンを上からこう吹くだけじゃなくて、横から指板と弦の間にこう挟みます。挟み込んで、この状態でこう吹くんです。ここまですると弦を全体的にクリーニングすることができて、非常にいい状態で弦を保つことができます。で、これもちろんですね、今こちら側、つまり、画面の左側から入れてますよね。ってことは左の方ばっかり吹けてるわけです。ですから逆もやるんです。同じゲーセンでも右側からDとゲーの間にティッシュをこう入れて、これこうやって吹く。ここまでやると完璧ですね。もうこれ以上やることはないでしょう。物理的にですね、やることないと思いますので、これを全ての弦に対して吹いていただく。そして、まあ指板もと同時に吹くっていうことを忘れないでいただければ完璧に吹けるかなというふうに思います。はい。で、楽器のことは以上です。で、忘れがちな弓のこと、最後にお話ししてこの動画を終わりたいと思います。でですね、弓というのは手がこう触ってるわけですよね。ってことは、当然この触ってる部分というのは汗をかいてくる可能性があるし、汗をかかなくても油が乗ってきます。どこに油が行くかというと、もちろん見えてる部分は拭く必要がありますよね。これ拭かなかったらどんどん汗とか油で汚くなっていっちゃうし、この銀巻きの部分もどんどん黒ずんでいきますから、できるだけこまめに拭くのが良いでしょうというふうになるわけですが、皆さんやらないのがですね、このね、中ですね。僕はすっごい汗かくんです。なので、引き終わった後はこのネジを全て外して、外します。外すとこの中ありますでしょう。この中を拭くんです。具体的にはこう、今穴が見えてますでしょ。こうやって拭く。で、この毛はこの中のこの金属の部分、これも拭く。これをやるとすっごい綺麗な状態で弓が長持ちします。で、これをまあほとんどの人やってないんじゃないかなと僕は思ってまして、これをやらないとですね、これをやらないと、これを開けた時にカビが咲いてたりとかですね、結構汚くなってたりするんですよ。ですので、ぜひですね、ご自身の楽器大事にしていただきたいので、ここ、中開けた部分も拭かれることをお勧めします。あくまでも僕個人の意見含まれていますが、楽器をきれいに保った方がいいだろうということは、どなたに聞いてもきっと同じことかなと思います。あとは几帳面さと、きれい好きかどうかっていうことで、まあ、僕は楽器のこと大好きなので、これ以上やれることは特にないかなというぐらいいつもやっているんですが、皆さんいかがだったでしょうか。というわけで、皆さんもご自身の楽器、その楽器はあなたのものでしかないし、あなたしか持ってない楽器ですので、ぜひ大事になさっていただければなというふうに思っています。というわけで、今日の動画は以上になります。参考になれば幸いです。ありがとうございました。というわけで、動画を最後までご覧いただきありがとうございました。バイオリンが上手くなりたい、ここはどうやって弾いたらいいんだろう、どんな練習したらいいんだろう、そんな疑問にですね、答えるべくしてこのチャンネル運営しています。僕ごときの分かっていることでしかないですが、皆さんと少しでも共有できて、皆さんと一緒に楽しいバイオリンライフ歩めたら幸いです。もしよかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただき、今後ともフォローしていただけたら幸いです。
皆さんまた、次回からもバイオリンの練習一緒に楽しく頑張っていきましょう。ありがとうございました。